フィリップス移動はイギリスの男子陸上競技選手。2008年北京オリンピックの銀メダリストである。ハックニーロンドン特別区出身。移動は学生の頃はバスケットボールとアメリカンフットボールの優秀な選手であった。しかし、ジュニアの頃最も成功を収めたのは陸上競技であった。1997年に イギリスの学生選手権とイギリス U20 選手権の3段、トベを制し注目を浴びた。同年のヨーロッパジュニア選手権では4位という成績を収めている。2000年には世界ランクも10位以内まで上昇。シドニーオリンピックに出場し、6位入賞を果たした。移動が初めて大きな国際大会でメダルを獲得したのは2002年のコモンウェルスゲームズである。 この大会では1 7ル6 8の自己ベストで同じイングランドのジョナサン・エドワーズに次いで金メダルを獲得した。しかし同年のヨーロッパ選手権では5位に終わっている。移動は膝の手術のため2003年のシーズンを棒に振る。2004年にアテネオリンピックに出場するため競技に復帰。予選では17立方メートル3を飛び2位で決勝進出を果たした。 しかし、決勝では、記録なしに終わった。移動は、2006年3月、メルボルンで開催された、コモンウェルスゲームズに出場。17メートル45で、金メダルを獲得する。しかし、夏に行われたヨーロッパ選手権まで好調を維持、できず5位に終わってしまう。移動は、2008年の世界室内選手権を制し、初めての世界タイトルを獲得する。 優勝記録の1 7ル7 5は、かつてのライバルであった、エドワーズの記録を破る英国室内記録であった。優勝した、伊藤は、プレゼンターを務めたエドワーズから、金メダルを授与された。8月の北京オリンピックに向けて、伊藤は、イギリスの代表選考試合に出場。1 7ル5 8の2等年の世界ランクトップの記録で、オリンピック出場を決める。 北京の決勝では3回目に 17m62 を飛び一般はトップに立ったもののポルトガルのネルソン・エボラに4回目に逆転され移動は銀メダルに終わった試合後のインタビューでは残念な表情を浮かべたものの4年後のロンドンオリンピックへの挑戦を語った2009年世界陸上ベルリン大会において 17m73 の屋外自己ベスト記録で優勝した フィリップス移動の跳躍、ありがとうございます。